はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。前回オープン戦の、2戦目が終わって、まあ、ちょっと被安打が多かったからかな、評価が下がっちゃいましたけれども、3戦目ちょっとこれうまくやらないと多分開幕1軍デビューができないと思うので、とりあえず今日は寝ましょう。サングラスかけて寝んのかこいつは。で、フリーの時は、まあ、基本的に送りと練習をしていきましょう。一緒に練習しよう。送りもまあ真面目だよね。練習しようぜって言ったらいいぜって言って付き合ってくれんだからね。俺は遊びたいぜみたいなことを言ってきそうだけど、今日は楽天戦か。なりきりでいきましょう。まあ奥井のやる気が絶好調っていうくらいかな。向こうは先発菊池。楽天はね、誰だっけ、則本だっけ、すごかったの。そもそも2016年メンバーがどう入れ替わったのかっていうのがさっぱりわからんからな。まずは1回の表、トップバッターは吉本。そんなんいたっけ。どうだ俺のジャイロボール。ジャイロボールとフォーク、ホップする球と沈む球をこう混ぜ合わせていこう。いいね。実際プロにさ、こんな、おお待って、プッシュ、これ誰処理すんの。サード、おおありがとう。まずピッチャーのさ、この処理能力がマジわからん。よし、OK。そうか、カウントは進んだ状態から始まるのか。ワンボール、ボールだけ先行してんな。うわあ、頼む、レフト、打たれてしまったか。ベルナンド、どうする、ツーボール、またボールが先行してるね。ボールが先行されちゃうとな、ちょっと、投げる球がね。低めでいこう。どうだこれ、ファースト、1塁には投げられないか。オコエなんだった今。漢字がついてたよね。おお、カウント見ないとちょっとダメだな。今カウントはなし。あ、やっぱり、これさ、今誰、超危ねえ。今俺が処理すべきだったかな、わからんな。頼む、サード、ありがとうございます。いや本当怖いわ。ヒット2本か。なんかヒット2本打たれると評価がな微妙なんだよな。厳しいよね本当に。田中5回ソロ、まずまずじゃないか。おお一軍に上がる機会もあるぞって。ん、あ、特に評価は上がりもせず下がりもせずか。2軍スタート、まあしょうがないな。いきなり開幕1軍って相当厳しいよなピッチャー。まだ体力は持つので奥井と練習しましょう。奥井に活躍をしてもらって俺もおこぼれで1軍に上がるか。あ、そうだ誕生日だ。知らんよそんなお前の誕生日なんて。こんだけ一緒に練習してあげてるんだからいいじゃないか。ピッチャーとかはね、でも上がりが遅そうだよね。全然あれだな、日が一気に進んだな。で今日は投げるのそもそも。あ、ボールのマークがついてたから今日は投げるんだな。しかもさ3番だしそこそこ打てるからね。相手はホークスって言っても2番2軍だからね。デスパイネっていうかさ、うちのさ2軍のさキャッチャー陣ってさ、みんなキャッチャー F とかちょっとやばいよね。
その中で投げ抜かないといけないのか。投手、ツーストライクまではいってるけど、最後落とすか。おいマジか。これを取る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 今ぶつかったぞくそ邪魔だなおめえみたいな感じで思われてんだろうな。こうさ、ボールが先行されるとさ、すげえ困るんだよね。うおってスパイネに打たれた。スリーランホームランだなんてことだ。一気に自責点3がついたな。ファウルか。このジャイロボール、やはりジャイロボールで攻めるのがいいかな。ほら、よーし、防御率 40.5 とか打席でちょっと自分で取り戻さないと。きっと、いや、この画面懐かしいな。サクスペともまた違う画面だからね、これ。あ、慣れない慣れない、ちょっとゲッツーだし最悪だな。一応ツーストライク、ツーボール、よし、オッケー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 。決め球はやっぱりジャイロボールだな。低めに結構ずれるな。セカンドお願いします。ワンストライクだけだから、よし、サードちょろ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 とこのピッチャー打ってほしいな絶対そう思われてるよ。もうスタミナが切れてきたな。しかもな、これも長打コースだぞ。まだノーアウトだしな。きっちりバントしてくるね。俺も前村みたいにバントなどさせん。 OK、 どうだ。これはこれは、おお、いいね、すげえ。微妙に背面キャッチした。ちょっと待って、デスパイに打たれてっかんな。ハイボールヒッターか。低めに集めよう。おい、マジかよう。わ、デスパイね、マジやばいわ。スリーボールだし、しかもジャイロボール。おお、ありがとうございます。ほんと守備には助けられますよ。もうちょっとこの回で終わりだな、スタミナ的に。この回持つかどうかも怪しいよね。一応根性はあるからね、多少は持ってくれると思うんだけど。ジャイロボールの浮きが全然しょぼいな。あ、もうダメだこれ。多分交代させられたな。いや、負けがついたな。でスパイネにやられたわ、完全に。いや、そうだよ、本日のヒーローになるよ、そりゃ。いや、デスパイネ恐怖症になったわ俺。一応うちも打ってはくれてたんだな。3回3分の1 4失点、自責点4すいません先発として計算できないな。3回のデスパイネにタイムリーを打たれた球、気をつけてほしかったな。はい、3者連続奪三振は良かったんだかな。はい、申し訳ありません。1軍まであと8歩って相当だな。わ、やっぱ結構疲れたな。お食いもダメだったか。4タコか。じゃあちょっと今日はさすがに寝ようか。1軍にね、上がらないとね、二刀流ってできないんで早々に1軍に上がりたいんだけど、練習はいや、寝よう超舐めてるよなこの新人あんだけ打たれてさ、練習に出ないって。今日は練習するか。じゃあ何がいいだろうね、やっぱコントロールだな。ちょっとコントロール D っていうのがよろしくないんだな。今日は登板がなかった。あ、疲れが取れんだ一応。
いやでもちゃんと奥糸は練習しとこう。そんなね合コンとかね銭湯なんてね新人なんだからね行ってらんないよ。まずはしっかりとね、まあ、高卒だからね体を作らないといけないから。ひたすら練習に打ち込む。奥糸練習ってあんまり疲れないんだね。疲れがたまらない。ただ経験値もあんまたまった感じはしないけどね。コントロールもな。C まで持っていくのにあと10必要だからね。まあコントロールを上げていくか。防御率10点いくつになってたな。明日は登板日だね。寝よう。よーし行くぜ。打順は3番か。4番以降のやる気のなさが。奥井もやる気なくなってんな。根本っていう選手あれだね、二刀流だったね。ピッチャーと外野のポジションを持ってた。やっぱ最近ちょっと二刀流流行り始めてきてんのかな。先頭打者は確実に抑える。ほら全然ダメだこの野郎。くそこのこれ絶対パターンだよな。これを誰ほんとこういうのキャッチャー全然動かなかったからね。今キャッチャーでしょ通るの。うん、あ、なんだパーフェクト。ちょっと待って高めに投げとけばよかったかな。さて落として決めるかすっと。よしよしよし、とりあえずツーアウト。まあ点を取られないっていうことが。うおー、センターお願いします。無理か。もう1回でいきなり失点するよ。これは強そう見よう。よしよしよし、やはり自分の失点は自分で取り戻すしかない。これちょっと待ってカーブとかはやだ。1だけどね。おら、これでなんとかするしかないんだ。1号っていうかさ、このさ打席のさ成績って評価されんのかな。ちょっと待って、もう遊び球は使えないぞ。 OK、 こうやってね2ストライクとかになってくれるとねすげえいいんだけどね。で低めのスラブ OK。 これはどうする、決めるか。よーし、いいね。やっぱジャイロボールだな。決め球はジャイロボール。おお、アフルカウントか。これはジャイロボールの低めで決めよう。低すぎた、わりかしずれるな。うわマジかよ、コントロール、やっぱコントロールだ。これやばいな。うん、引いてきたね。うまい。おお、え、まだやってくる。オールアウトでしょ。よしよしよし、よしよしよし、これで変化球が生きる。変幻自在普通に打たれてるし、やべえなー。満塁か。一球一球大切にいこう。で失投しやがったあー、これは犠牲フライダメだ。走塁妨害もできなかった。ありがとうございます。いやー防御率がやべえな。チャンス、よーし、もう自分で何とかする。
おらちょっと早かったか。少しねサクスペとかと比べると遅いんだよね、こう球が。サクスペのねタイミングでやるとだいたいね引っ張りのファウルになっちゃうんですよね。おら行かなかったか。まあしょうがない、ただ点にはなったからね。もう自分で取るしかないからな、こいつは。勝てばいいんだ、勝てば。絶対そんなのダメだし。これ誰誰誰、俺ショート。コントロールが低いからやっぱり低めに球が集まらないんだな。これもダメか。うわー後ろ抜けやがった。ツーベースか。ちょっと1球フォークで落とすか。よしよしよし。スタミナは今どんくらいある。ちょっとなくなってきたね。6回投げ切れるかどうかっていうところか。これ誰、俺間違えた。エラー1とか。土地狂ってんなマジで。しかも進まれてしまった。これはこれは大丈夫。よしよしよし、あと1個取ればいいんでしょ。このジャイロボールで決める。よーし、もう1回投げ切れるかどうか。ここで点を取っておく。勝てね、比嘉に。いたね比嘉って。そういえばこのスローカーブは無理。ちょっと待ってよ、こいつしかもクイック早い、なんかそんな感じがするんだけど。どうだこれは。行きはしないか。まあとりあえずチャンスは広げた。いつかさお前ピッチャー失格だとか言われそうだよね。打撃に専念しろって言われそうなんだけど。でも奪三振10だからね6回で。うわー、これもツーベースか。正面をずっと見据えている。この新人マジ舐めてるよな本当に。よーし、てかねキャッチャーだよキャッチャー。わ抜け散ったよマジか。キャッチャー F とかだと本当厳しいんだよね。うおー連打されてる。これ取った方がいいの。3対3か。下ろされたな多分。しかもあの3点とか絶対俺の実績点だし。いやー今日もちょっと不甲斐ない結果に終わるな。敗戦投手ミカミックス。本塁打ミカミックスとか。5回3分の1、5失点。奪三振すごいじゃないか。4者連続三振お見事だった。あ、いいんだ。俺的にはなんかすげえやべえと思ったんだけど。4の0か。お前は全然ダメだな。すごい活躍だったなって。そうか。俺のせいで負けてんだぞ。まあ試合が終わった後はねやっぱりちょっと寝ないと、体力の消耗が激しいんで。あルナちゃんじゃん、ルナちゃん。彼女候補としてそういえばルナちゃんとかも出てくるのかな。特にそういうのなかったよな。何も設定してないから多分出てくるんだろうな。で今日は別に投げる日じゃないんで、まあ普通に練習をしましょう。コントロールちょっと鍛えていくか。で奥糸練習できるときは奥糸練習と。もう遊んでる暇なんてないからねこんな成績で。
4月も、お、なんか花見大会、調子が上がってほしいんだよね、どっちかっていうと。どんどん奥井と練習していきましょう。今日も特に投げる日ではないのでっていうか防御率 9.352 敗とか超やだな。せっかくドラフト1位で取ってくれたのにさ、こんな成績なんてちょっと不甲斐ないな、申し訳ないよ。2軍でくすぶってるなんて、やはりプロの世界は厳しいのかって。ちょっと一応寝とこう。万全の体制でいきたいかんね。今日は阪神戦、まあ2軍だけど、相変わらずの3番ですね。相手は島本、まずちょっとね勝ち星をつけたいよね。勝ち星を、負け運がついちゃうこのままだと。負け運っていうかさ俺のせいなんだけど。2ストライクまでいってんな。際どいとこ投げよう。おお、いいね。こういうのを振ってくれるとねすげえいいんだけどね、ボールが先行してるとな、やっぱりちょっと厳しいよね。うわーマジかよこれ、これは本当に。よしよしよし、 OK。ここら辺のさ、みんなの打撃能力が分かんないからな。打撃能力って見れるようにできるんだっけ。三振持ってんね。ちょっと1球落とすか。振らない、低めとか。うわ、やっぱこういう嫉妬がなちょっとな怖いよな。これはサード、ありがとう。チャンス、ものにする。やっぱちょっと早いな、タイピン F か。意識すると振り遅れるな。打撃で多分怒られることはないよね、別に野手で出てるわけじゃないんだから。このもうスリーボールになってるとねどうにもならんからな。よしよしよし、闘志むき出しだよねこいつやっぱすっげえずれたな今。オーケーオーケーオーケー、これはカウントがないね。ちょっと一球、おお足元か、もう一球外す。ああ入ったねわりかしずれるからな、狙ったところから。どうする、これはジャイロボールでやっぱ決めよう。低めのジャイロボールで決める、よーし、これもいけるね。ジャイロボールで決めよう。おおすげえわ、でもなんかこれだけ見るとめっちゃかっこいいよね。三振三振、おおすげえすげえすげえ、ハイライトみたいだよね。三振の数は気づいてるよな。ちょっとこれはボールか、入ってくるけど、入ってくるけどっていうか入っては来ないか。これはちょっと見送ろう。フォークはね打ちづらいからね、打ちづらいけど高めのものは狙っていく。よーし、さてボールはないね。ちょっと1球外して、で1球ちょっとフォーク落とそう。でそこから浮き上がるジャイロボールでずれた。よし打ち上げた、これはセンター。1球ちょっとフォーク
で外すか。でジャイロボールで OKOKOK。 重い球とかな、やっぱあった方が良かったなどんどん贅沢になってきてるけどさ。うわ、失投しやがった。やっぱりな、失投が怖いよ。わりかし失投するね、コントロール D でも。やはり C は欲しいか。これはジャイロボールで決めよう。フルカウントだからな。 OKOKOK。 なんか投手がめっちゃ発動してるけどさ、投手ってさどんな効果があるんだっけ。あ、抜けた、マジか。打ち取ったと思ったんだけどな。ちょっとこういうの悲しいな。これ誰俺マジ動いてないけどフルカウント、ジャイロボール、ガー抜けた。ここは抑えなくては。うーん、ジャイロボールだな。おーら、よっしゃー。いや、ピッチャーほんと大変だわこれ。ちょっとスライダーで内をえぐっとくか。三振か。三振の人結構多いね。で、外側の超際どいジャイロボール、今のボール球だよね多分。ボール球を当てたっていう感じか。これはもうフルカウントだからジャイロボール入れていくしかない。うわー、長打コースか。視点は一応こうやってちょっとずらせるね。ちょっとまずいな。ワンアウトの二塁か。おお、打たれた。やばいやばいやばい、これはやばいぞ。さてどうする。まあちょっと、いや、ジャイロボール結構ずれるね。コントロールが定まらない。一球落とすでしょ、こういうのをね。あ、振ってくれた、よかったよかった。さて6回はなんとかな、抑えたいよな。このピンチを抑えればやはりプロとしての道も開ける。よしよしよし。さてこれを打って、ちょっと待って今のはちょっと普通に失敗したな。あー、また投げてるか。頑張るね。フルカウント、決めたもの、ジャイロボール、奪三振12。ドクター K と呼んでくれ。ドクター K 持ってないけど。まあボールが1だからちょっとこれは外そうとしてもな、入っちゃうんだよね。やっぱ甘めに入っちゃうんだよね。いや頑張るね。ちょっともうスタミナないぞさすがに。根性で乗り切るしかない。スラーブの曲がりが悪いな。これは完全にスタミナ切れたな。抜けた。これはもうダメだ、交代だ。リリーフお願いします。変わったね。いやでもなんとか乗り切った。いやー、7回無失点、ようやく調子が乗ってきたかな。今日は頑張ったよマジで。いいね、勝利投手に自分の名前があって、本塁打も自分の名前があるっていう。7回無失点、今日はすごいよ。これ何HQS って何ですかそんなこと言われても俺分かんねえんだけど12奪三振、いいね。5者連続奪三振、あと3歩、よっしゃ。4月中には何とかしたいけどな。1軍、うお、体力がめちゃ減ったお前は相変わらずダメだな。一緒に1軍行くぞ、おっくい。というところで、まあ、ちょっとね、最初の方はダメダメでしたけど、最後はね、なんとか盛り返してきて、まあ、このまま1軍に行ければと思ってます。じゃあ、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。